はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。声スーパーマージャン大会の77回目やっていけばいきたいと思います。はい、コウメイさんとのね、さあ週末ですね、出親かやりにくいね。6、7、8ね、7、8、9おーとリュポン、そうですね、ちょっと様子見ながらね、ウーアンぐらい積もってくれたらね、ドラですね、ドラ積もってくれたらもうピンフで仕上げちゃいたい。うわーひどい、ちょっと危なくなる前に切っときましょう。はい、食うとね、もうトンがやばくなっちゃうんですよね。ドラ出してきてるし。はい、コウメイさん、あーヒントがない。中盤間、あートンどうしたな。うわー、ドラ3つか、ローワンが切れないんですよね。で、ドラ抱えて、スピンですね。で、どうしようもなかった。あー、サント通した。監視太郎。よっしゃー。これで、スーチーワン。当たるとでかい。出せ。一発。ドラ？ドラいくつ？な、6つか7つ？あ、8つだ。はい、リーチ一発ドラ8ですね。倍満24000点。一発が大きかったね。あー、これはもう楽だな。ちょっと遊べますよね、完全に。おー、早い。しょうがないね。ちょっと見えてたけど。はい、メンピンですね。まあ、ちょっと返しとかないと飛んじゃうから。ヤンワンから切ってきたね。あ、そう、頑張って。あー、ドラかぶった。頑張ってね。そこまで伸ばす手じゃないような気してるんですけどね。その隣、ああ、ちゃ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 、すすぎ、いいよ、OK。サムローワンがね、危険なんですけど、あ、リャンワンに仕返られるか、これだったら。ただドラは切れない。ウパピンは完全に結び、いっちゃえ。うわ、ウーアン通す、ウーアン通すんだったらね、チートイツもあり。あーと言ってた、積もっちゃったね。白のみですね。あ、ジンギスカンさん、みんな忘れてた。はい、ドラは白。ここはもう、ちゃんと系をね、迷わず、行きたいね。E1 来たらもう、あ、E1 じゃ、E1 来たらね、もう、使っててってもありですね。はい、どうしようかな。3-1が欲しいね。ここはチャンタドラドラでね、理想的な形かなと。もうパスを拾う雰囲気ないんでね。3-1が欲しいね。ああ、カ
変えてるなこの三元杯の出が悪い。おお、ドラ、あードラポン。チュンガーと1枚、リュウソウも1枚か。あー、リュウソウ出ちゃったね。わあ、これでやりなくなった。切れない。はい、ということで、白ドラさん満貫ですね。あー、ジンギスカンさん飛んじゃったサチューマも手に入れて63で3回戦終わりましたね。はい、では最終戦いきましょう。現在プラ92ですね。さあ太鼓さんからの40の差し馬ですね。これをものにしたい。さあ出親ですね。あんまり好きじゃないけどね。白さえなければでドラ拾う。ちょっと様子見ながらね、行きましょう。結構空中戦続きそうなんで、ヤンソが欲しかったね、やるんだったら。ピンゾン染めか。風ピンを切るチャンスが欲しい。あー、パス染め、いいや。なければね楽になるんだけど、うわーまずダメだね。サーブロッピン2チャンスかといって白もやばい。こんなとこね、勝負したってしょうがないんですよねここは降りてもね、もうどうしようもない。あー、チーワンパワー待ちか。しかもチーワン裏ドラ乗って、あ、コウメさん張ってないんだ。あ、降りたな枚しかないんで、パーピン3ピン2枚か。10ピン切りやね。よし、ドラ拾った。勝負。いや、一瞬ね、いいピン残して先輩じゃないよ、考えたんですけどね。換算ピンあと1枚。すっそー通してないな。まあいいか。ジンギスカンさん積もっちゃいましたね。積もった、ピンフか。ドライチ、ザンク。ここはね、今本当は風切っちゃダメなんです。
まあドラさんあるんでね、無理しないでいいと思います。ドラ筋ね、はい、とのみ。完全に今のはなんか狙ってた雰囲気が見えたような気がしますね。ドラ平田、単品で作っていけるか。パワーいらない。早めの見切りでいきましょう。この曲はいや、もう一番いいよ。あー、一面でできてるね。よしよし、カンちゃん積もった。シゴロゴロチですけどね、ちょっと様子見ましょう。そっそ引っ張ればピンリーチ。あー、引っ張った。勝負。3色確定ですからね。マンガンは確定ですよね。メンタルピン3色。あ、一発つもだ。すごい。はい、リーチ一発つも。タンヤを3色。ドライチバイマ。これ、秀吉さんからね、バイマン親かぶりは。ですね、まあここはちょっと自敗はあまり気にせずに、あーロチーパがあるからちょっと一瞬ちょっと残しましょうか。まあどっちか言うと統一化けもしくは123の3色狙いたいけど、あーやっぱり統一化だ。早い。チュンのみですね。5本オール、あーごめんなさい、10本オール。チュンドライチか。イシャテンリアンシャンテンっていうところやな。3、4、5。そうですね、これで5つを拾えばまた3色確定で勝負できる。いやー、イスピンは薄い。関数ワン関数素が欲しいね。拾おうかな。あー、いや今ね、なんでリアンピン落として、まあもともと3ピン切ってるから伸ばす気ゼロやったんですけど、これで余るんですよね。ローピンポンされてるんでね、やっぱり出たね。こっちをポンしてあえて、はい、タンヤを3色でいいでしょう。ドラはあと3枚。うわ怖い。あ、やっぱり積もっちゃった。バッソ、トンのみかな。あ、そっか、ダブトンね。まだなんとか耐えてるね。あー、シゴロロチーパーね。あー、リュウポンされた。上がるんだったら今やったらいいけどね。怖えな。地合いがほとんど出てない。
った。ああ、すっぴんね。こいつか。あいや。うん。これドーピン下ろせるなと思ってたら、コウメさんの方が引っ張ったね。いつか。ねちこいね、なかなか。あまり自敗に期待すると良くない感じがするね。あー、ドラ拾った。張ってるよねこの雰囲気。やっぱりね、ピンズド本命ですね。竹は高め、しかも、メンピンイッツドラドラ派手マン。あ、逆転された。神戸さん早く蹴っときたいね。チューンはなく、そうやね、特急券振っちゃったから。もうそうですね、組み立ての答えを出しとかないと。間が欲しいね。うん、下から行きましょう。5678で、あーそうだね。はい。ジャンシャンテンと6層。はい、ペイのみですね。まあでも孔明さんの漫画確定ね、切ってくれたから楽になりましたね。はい、何入でございます。もういっそ切っちゃってもいいよね。でトンが早々と出たので、これはもうトン発は安牌候補ですよね。あとは手の出来上がり見なければと思ってたんですけどね。あー、竜切りか。うん、チュン通したね。あー、どうする、やめとこ。何は出てない。チューンドラね。パワー通したね。何が出てないのか。あー、ド本命はまあマンズなんですけど、しょうがない。まあ、コウメさん相手ですからね、ちょっと無理せんと来ましょうか。もうこれで、うん、ワンチャンスなんで、こっちは大丈夫ね。で、アウソがワンチャンス。あ、ウソ切れた。うん、これで、あー、リャンワンはあるよ。もう仕方ないですね。チューピンワンチャンスいける。おう、焦った。ウパワンね、秀吉さんなんとか粘りましたね。あー、サブローワンか。うん、まあ素直でしたよね。わー、サクッ
3色ですね。あーまあ618もあるから念のため。これで組みやすくなったかな。うん、ゴロゴロチの3色でね。もう中継モーター仕方ないね。ですね。あー、コウメさん振り込んでくれたのはありがたいな。ではちょっと2枚目まで我慢ですね。まあ、しごろごろちでいいと思うんですけどね。おお、カンちゃん引っ張った。積もっちゃいましたね。はい、初ドラ1ね、2000点。あー、追い上げてきたな。わー、またちょっとビジョンの沸かせにくい状態ですよね。泣いちゃえ。えいれ。ねえ、本一系狙いたいね。無理承知でも。飛車があと1枚でしょ。で、シャタンでも地獄待ちでもいいような気するんですよね。さあ、竜泣かしてくれ、竜。白こそもうゼロですけどね。わお。手は大丈夫。うん、ドラ引きだった。チュンも大丈夫ね。ユースタイル、おー、カンカー。チワン通してないね。ただない。あー、チワン通した。そうですね、リャンウソ引っ張り出してから赤。まあ太鼓さんちょっと粘ってくれたのでラスには並んで済みましたね。こっちか。うん、統一というよりは2枚目まで我慢。そうですね、2、3、4、3、4、5。カンちゃん引っ張ってほしいね。まあ全ては難を泣いた後になりますね。まあ、そのために2泣き我慢してたので、いやー怖い。ロッソが1枚。あー、パッソションパイだったらローアンいっとこ。はい。うわー、うっそだー。恨めてるな、完全に。あー、やっちゃった。単品一応ね。
7、あ、残酷か。タンドライチか、ごめんなさい。ピンフがなかったんでね。というか、逆転された。しまった、直撃やった。わあ、お得意の泣き泣き戦法に入られたね。ドラドラ、あー、なせないか。あー、コウメさんの一人勝ちはいいんだけど、おー、流しよった。はい、九州九杯ね。これで日本は、あー、また重苦しい手だな。追いつけなかったですけど、差し馬40は大きいからね。はい、ということでですね、今回の前回の大会の上位3人とやってみました。結果こんな感じです。で、終始こうなります。うわー、レートがすごいから、額も半端ないですね。急に5000まで行きましたね。はい、ということで、またこれ選べないんじゃないの？ちょっと押してみますね。あ、押せない。じゃあ大会入れちゅうことですね。ではもう一回ちょっと次回大会の方を臨んでみたいと思いますんで、今度はちょっと本気でやってみたいと思います。お楽しみにしておいてください。それでは皆さん、また来週。さよなら。